やはりこの今回うちが、ぜひ新しい街づくりの中で、女性に優しい街づくりというような形をですね、まあ、消滅可能性都市からですね、いろんな対策を進めてまいったわけでありますけど、この街づくりにですね、それをぜひ生かしたいというような思いからですね、この、まあ、女性のトイレというのが、発想が生まれてきたわけでありまして、つい先日9月の4日には内閣府が日本トイレ大賞を発表をいたしたわけでありまして、まあ、このところ非常にメディアにですね、トイレというものが、取り上げられ、注目を集めているのではないかと思っております。いろんなご意見の中で、まあ、一番女性が生きやすい街の中では、やはりトイレがきちんと整備されて、きれいで安心していけるところを私たちは望んでいるというようなお話も、いただいております。トイレをどういう形で、まあ、それぞれホールにしても、あるいはもちろんシネコンが、左側がシネコンが入るわけですね、とか、あるいはそれぞれ8つの劇場という形にとっているわけでありますけど、それにはおトイレはもちろんついてるけど、町全体でこの今私がお話したようにですね、女性の方がですね、この町に来て、きれいなトイレのながあるということが一つのこの全体の町づくりの中に必要ではないのかというようなことであるわけであります。非常に大胆な構想でありまして、2階3階をですね、全部トイレにしようということでありまして、トイレの数も半端ではなく、まあ、その中にですね、フェッチングコーナーとかパウダーコーナーとか、そういうようなこともいろいろ考えているわけでございまして、さらには、まあ、本区でですね、超高齢化への対応としては、高齢者の介護予防あるいは健康寿命の延伸に力を入れているわけでありまして、その中でやはり化粧ケア、高齢者の心の健康づくり、まあ、引いては健康寿命の延伸にも効果があると聞いております。まあ、そうしたシニアの健康づくりの場としても、このトイレの、と一緒に、まあ、先ほどお話したパウダーコーナーとかおしゃれになるような、そういうようなことを考えていこうということでありまして、こういうような形の中でですね、我々がまさに女性に優しい街づくり、もちろん男性を全然無視してるわけじゃありませんよ、まあ、そういう中で今回思い切ってこういうような形で取り組みたいというようなことでございます。オリンピック・パラリンピックの前にですね、完成をするということで、ありまして、もちろん障害者とかそういう方々にもですね、まあ、バリアフリー化した中でですね、安心してできるような、まあ、このような今ルールをお話しましたけど、トイレというのはまさに生活の基本でありまして、生活文化の基本、安全安心で、清潔であることはもとより、トイレからさまざまな可能性が広がっていくのではないかな、そういう意味でもトイレは変われば街も変わるという、そんな熱い思いでですね、今回の計画を今着実に進めているわけであります。以上です。先ほどからお話ありました通り、新区民センターの2階3階を公共トイレのフロアとして全面整備する予定になっております。特に女性のトイレをですね、まあ、多く持つということで、行列を作って待つ、そうしたストレスを解消する目的でございます。2フロア合わせまして、約女性用で40ブース、約ですが40ブース、あ、すみません、全部で40ブース、女性用で約30ブースを予定しております。その他、多機能トイレですとか、ファミリートイレ、キッズトイレなども設置する予定になっております。2階の方を見ていただきますと、こちらは公園などで、まあ、いろんなイベントも行われるんですが、そういった方々についても利用していただけるような形で考えておりますし、今最近ですね、この地域コスプレのイベントなども多く開かれるようになっているんですが、そういったコスプレイヤーの方にもですね、ご利用いただけるような、まあ、若い女性を主にターゲットとした
オープンで清潔な明るい空間のトイレにしていきたいというふうに2階は思っております。また2階3階両フロアにですね、区長も申し上げましたがフィッティングコーナー、パウダーコーナーを整理してゆったりと使っていただくように考えております。着替えとかお化粧直しとかそういったものにですね、便利で使い勝手のいいようなコーナーで考えてございます。それからパパママスポットという拠点を整備したいというふうに考えています。右側になります。こちらは現在の生活産業プラザの方のフロアになるんですが、2つは連結いたしますけれども、右側がそういったところで小さいお子さんを連れたご家族でも安心してこの地域に外出していただいてちょっと休んでいただけるようなスペースを考えております。ご覧いただくと分かると思いますが、授乳室あり、調乳スペースあり、プレイスペース、カフェスペースなど、それから下に行きますと親子トイレやキッズトイレといったような設備を考えております。親子でゆっくり休んでまたお買い物、感激などされるというようなことでの拠点を考えております。また図面にはございませんが、先ほどのパースの1階にありますインフォメーションですが、新区民センターの1階には多言語対応のインフォメーションを設置しまして、池袋周辺のですね、あらゆるチケットが入る手に入るようなチケットセンターと、それから周辺の観光案内機能をつけたようなそうしたインフォメーションセンターを設置したいというふうに考えております。この新ホールにですね、どんな形で、工業、工業が成り立つようにということで、歌舞伎とか宝塚といろんなことを今考えております。ただいろんなところに見に行ってもですね、マクマの時なんかはですね、女性のトイレなんてもう悲惨ですよね。ザーッと並んでてね、マクマの時間に15分とか20分じゃとてもこう消化きれない、かなり大きなで、たくさんのトイレを作ってもそういう結果で、今回 このトイレもですね、この新ホールにはそれなりのトイレは全部完備しますよ。でそれともおそらく、とてもじゃないか足りなくなる。それと同時にですね、それぞれの、劇場あるいは施設がそのトイレの対応はしますけど、例えば先ほど申したようにこの町全体の中で、例えば隣のアニメーターさんなんていうのは今1日1万人ぐらい行くんですね。もうトイレもパンクしてますよ。それからこちらの方に劇場ができたりなんかすると、かなりの部分の来街者等々が来た時にですね、劇場でこう入ったホールに入った人はおトイレを活用できるけど、全然やはりこちらに来た人がそういう活用ではなくて、この町を訪れた人がですね、やっぱりトイレっていう問題はこれはもう大事な問題ではないかという、そういう認識のもとに、特に女性に優しい町づくりをしていくにはですね、女性のトイレというのを最大限力を入れて対応しようじゃないかというような、形でありますので、私はこの町全体、このエリアの中のやはりこういうトイレということを考えると、やっぱり、2階3階をトイレを十分に作っていかなきゃ、この町の魅力というか、安全安心というか、そういう意味が大きな、私は他の地域であまりこういう形に取り組んではない、おそらく初めてだと思いますけど、これはぜひこういった形の中でですね、まさに女性に優しい町だと言われるようにしていきたいという、そんな思いです。はい。